始まりました、姫のふわふわルーム。わー、今日もピンクの衣装じゃなくて普通の普段の服でおめかしをしてます。たけさん、よいしょよいしょ、かわいいね今日は何をするかと言いますと、姫がいつもつけてるワッペンを皆さんにお見せしたいと思いまーす。姫は毎回ライブによってこのワッペンをつけようとか、新作のワッペン作っちゃおうとかやってるんだけど、最近そこにも注目してもらえることが増えてきて、姫はとっても嬉しく思っていまーす。あれね、レパートリーはモブくんにも内緒で作ってて、そのライブの前日の合わせとかで、モブくん、姫何作ったと思う？って言って、じゃじゃーんってお披露目してるんです。姫が多分ワッペン作ってる姿は、モブくんもあんまり見たことないと思うから、みんなに紹介しちゃうよー。それでは、レッツゴーまずは、姫がどうやって、どういう生地で、ワッペンを作ってるのかっていうところをご紹介します。姫は、100円均一に行くのが好きで、100円均一で、こういう風なフェルトを買っています。こういういろんな色を揃えて、この中にもね、いろんな色が入ってるんだけど、こういうのをチョキチョキチョキって切ったりして、こういう可愛いレースとかもつけちゃって作ってまーす。あと姫はお裁縫が得意ではないんだけど、細かい作業が好きだから、チク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 暇な時間でやってまーす。裁縫道具はこれ。これは姫が多分小学何年生だろう、4年生5年生ぐらいで買った裁縫道具です。これはソフトバンクホークス。姫実は佐賀県出身でホークスファンなの。だから女の子だけど野球の裁縫道具を選びましたこの時でも同じ裁縫道具を選んだ男の子がいて、その子は野球部でしたでも中身はもう昔からずっと変わらずに、待ち針、あとはよいしょ、針が何本か入ってて、これは100円均一で買ったいろんなカラーの糸です。刺繍糸ではないんだけど、これをなんて言うんだろう、ふんにーって2個重ねてやると結構しっかりと塗れるので、縫えるので、姫はこれを愛用しています。ちなみに入れ物は、マックの福袋でもらった、入ってた？マックのポーチでーす。お披露コールマン。それでは、作った。姫は、養成所の時から、いろんなコントをする時とかに、コント道具とかを作ったりしてました。その中で姫の傑作なんだけど、モブくんにはちょっとんどうかなって言われた作品を紹介します。いくよー、じゃじゃん、目出し帽。これね、モブくんがとなんか銀行かなんかのコントをするときになかなか売ってなくて、姫が自分で作ったんだけど、わかるかな？百均の何これ百均のニット帽に作ったん、この目のところね、ここを塗って作ったんだけど、おっかりさんポイントがあるの。実はね、ちゃんとここまで、あ、光が変になった。あ、戻った顎が出てるのこうやったらね、すごくいいんだけど、なんかこれは間抜けすぎるんじゃないってモブくんに言われたから、色がすごいことになっちゃった。
だからこれは頑張って作ったけど、ちょっと姫的にはダメだったなっていう作品です。そうだね、脱線しちゃったから戻るよじゃあワッペンを紹介していきたいと思います。まずはハートのワッペン。これは姫が一番最初に作ったワッペンです。この黄色のワッペンの中にハートがあるのが、姫が思う僕を思う気持ちと一緒かなと思って作りました。周りにはね、さっき見せた100均で買ったこのレースを白い糸でチクチクチクって塗って作ったんだけど、これがね、たまに内側に向いちゃうときはハートが見えないよって言われるときもあるんだ。まあいいけどね後ろ側はマジックテープになってます。姫のブラウスというかピンクの衣装にマジックテープのやつをピタッとつけてるので、これでペタッてつく仕様になってます。わー、じゃあ次行くよ。次はハム太郎さんのワッペン。これはなんか著作権的に使われるところが限られちゃうんだけど、可愛いから作っちゃったハム太郎さんをここにペタッとつけて、ぴゃーんって可愛いの。今ね、とっとくハム太郎の、ハム太郎さんも好きだし、カブルくんも好きだし、あとネテルくんも好きだし、リボンちゃんも好き。あ、そうだ、リボンで思い出したんだけど、これは姫が、あ、まだ被ってた、あ姫が作ったリボンの、これね、フェルトで作ったリボンの、なんだろう、ヘアクリップ、後ろにこのね、クリップ、これも100均で買ったヘアクリップをつけてるの。だからこういうところにこうつけたら可愛いよこれはね、ある番組で使ったんだ。こういうヘアアクセサリーも作ることができるみたい。初めて作ったから姫もこれドキドキだったんだけど、意外とよくできました。これもぼくんにも褒めてもらいました。そして次はいつも登場するモブくんワッペンです。お耳こっちが阿部光線くん、こっちが松本抹茶くんなの。かわいいでしょ。阿部光線くんはね、なんかすごくかわいくできたねと褒めてくれたんだけど、松本抹茶くんはもうちょっとかわいくかっこよくできたんじゃないって姫に言ってきたの。十分可愛いと思うんだけど、足りなかったかな。可愛いよね。これでも初めの方に作った姫の作品で、うっかり3ポイントがあるの。これさ、肌の色が肌色なのに、ここの周りをね、黄色で塗ってしまったの。あでも姫は肌色の糸持ってなかったから仕方ないんだけど、いつかここも綺麗に塗ってもう一回モブくんにリベンジしたいと思ってまーすお耳じゃあ次はどれにしようかな。次はうさぎさん、ぴょーん、うさぎさんのワッペンです。これは一番の対策だったかも知れません。お目目もキラキラさせるの大変だったし、何よりここをずーっと塗っていくので、これは、3、4時間かかったと思います。ぴょんぴょんぴょん。でも可愛くできたので姫的には満足です。このキャラクターは姫がなんとなく考えて作りましたじゃあ次行くよ。次のキャラクターは、あれ一個しかないの。あれれれ、あ、いた、行くよ。これはブンブンという蜂のキャラクターです。姫が考えました
と言っても、実はこのハチさんにはモデルがいるんです。今日はそのモデルさんをゲストとしてお迎えしているので、少々お待ちください。いくよー。こんにちは。こんにちは。この子は姫の家族のルンルンと言います。この子をいろんな現場とかにも連れて行きたくて、でもちょっと大きいから、このハチさんにして姫の胸についてきてもらうようにしました。色合いも結構似てるでしょ？このお耳はすごく頑張りました。ルンルンも実はしっかりお耳があるから。でもこの子はルンルンで、この子はブンブンっていう名前にしました。でもルンルンは実は羽があるの。で、ブンブンには羽つけるの忘れちゃったから、これは姫のうっかりさんポイントです。こんな感じで姫が作りたいと思ったキャラクターとか、あとは、連れて行きたいキャラクターとか、そういうのを考えて家でチクチク作ってまーす。いろんな新作を出してみんなに見てもらいたいから、姫は空いた時間があれば家で頑張っております。なので、姫の胸元にもチェックしてみてください。いつか、この塗ってる時の様子とかを YouTube で撮れればなーっていうふうに思ってるので、その辺をお待ちください。姫なんか日本語が変だなぁ。まあいっか。あとこれ見て。これね、姫の普通に私服でとして使ってたお帽子なんだけど、これね、本当はね、この色のお帽子なの。でも、警察官のコートするときに警察の帽子がなくって。だから姫が、黒色のビニールテープでここをブイーって全部ぐるぐる巻きにして、でこれは金色の折り紙をこう切ってペタッと貼りました。トカゲさんにかぶせた、あ、かわいいこういう風にして姫はおうち時間を過ごしてまーす。いろんなコント動画とかにも姫が作った作品が出てくることもありますので、それも楽しみにしてもらえると嬉しいです。また今たくさんの新作ワッペンを作成しておりますので、ぜひ姫のツイッターとか、あとインスタにもあげるし、 YouTube にもあげていこうと思うので注目してみてください。わー、今からヒムはモブくんに会いに行きたいと思います。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。